どうも、モッキーです。先日ですね、エロブを自分がやらかしちゃった、事件がありまして、まあ、そちらは、概要欄にね、リンク貼っときますけども、ちょっと、凹んでまして、いや、このままじゃちょっとね、そうですね、まあ、エロブに何があったかというと、ちょっと、ペン先の色が変わっちゃって、みたいな、まあ、自分のせいなんですけどね。それで、まあ、このままだと、万年筆がなんか嫌いになっちゃいそうだなと思いまして。で、まあ、これちょっと大量に買ってるものありますけど、モチベーションを保とうと、と言いますかね。まあ、ポチポチしちゃったりとか買いに行っちゃったりした子たちですね。で、まず流れ的にはここちょっと置いといてですね。まあ、この2つですかね。前回3色、色買いまして、まあ、竹炭とね、3つ使っちゃったって話したと思うんですけど、まあ、こいつラミーのね、こいつに入れてみてます。で、入れたところね、この、なんかね、まあ、緑色なんですけど、完全補色で赤とこのラミーの赤の。で、ちょっとなんか気持ち悪いタレなんですけど、まあ、インクとこの中の色が、まあ、透明だからメリットあるんですけど、これツツジを入れてるときすごい綺麗だったんですけど、緑入れたら、まあまあ、なんか気持ち悪いさ、あれなんですけど、色が合わないんですよね。で、いやーと思って、まあ、買おうと思ってたこの角のですね。で、まあちょっとこの緑が合うかな、角のだったら、まあ、全部透明なんでねっていうのも試してみたいなっていうのもあったりとか、あと、この色ですね。これ入れてない。まあ、ガラスペンでは書いたんですけど、色入れてないやつを、まあ、透明軸にやっぱ入れたいなと思ったりして、まあ、2個買っちゃいましたね。ついでにというか、これラミーのスケルトンなんですけど、書き心地で言うと、まあ、赤系とか紫系だったら、この後ろがね、コンバタが赤でもいいのかなって思って、まあ、買っちゃいまして。まあ、当然この中のコンバタ、コン40とラミのコンバタも買ったりしました。で、そのエラボーショックの続きといいますか、その間に、この角の、まあ、これ、甘い色入ってたブルーですね。と、この、ヤマグリが入ってたのかな？ヤマグリ入ってたサファリが、切れまして、入れられる状態ということで、今度逆にインクが足りなくなったということで、インク欲しいな、みたいな。もう、凹んで、モチベーション下がったっていうのはないのかなと思ったんですけど、エラボーがないとなんかすごい高級と言いますかね、いいシリーズがなくなって、まあ、こういう並びになっちゃうんですよね。で、もう、そのエラボーの、まあ、送ってくださいとは言われて、お送りするのはいいのかなと思ってたんですけど、やっぱり原因も知りたいのもあって、伊藤屋さんに行きつつ、なんか、なんならそのエラボー入院中になんか1個いいの買おうかな、みたいな思いまして、試し書きをしてですね。で、最初で言うとインクだけにしようかなと思ったんですよね。でもなんか気持ち的になんかいいの欲しくて、触っててですね。まあ、インクはインクでこいつですね。せめてちょっと止まってるのは、そのイルシズク以外を買ってないっていうね、このちっちゃいのの枠からは、抜け出てないので、まあまだ沼にはハマってないぞと自分には言い聞かせてますけど、まあ、このコスモス綺麗な色だったのと、まあ緑ね、竹林がちょっと淡い感じなので、ちょっと淡いのは自分、使い道見つかってないんですけど、淡いのより濃いのがいいなっていうのと、あと山ぶどうですね。紫式部がここにいらっしゃるのに赤紫を買ってしまったということをしてるんですけど、まあ、こういう形でね、ノルマを増やしてですね。で、その間に、エラボーはね、見てもらったら、まあ結局、パイロットさんに送りしますっていうんで、じゃあ自分で送ろうということにしました。で、しかも、その、いい万年筆触っちゃったもんで、まあ、カラーのやつも、カラー映えのするのもいいかなと思って、まあ、セーラーの、フロギアですね。セーラーと、プラチナさんですかね、の、透明軸のないですか？ 2 万ぐらいの、みたいな話をしたら、プラチナの方は、ちょっとくすんだね、色の、やつで、透明があんま綺麗じゃなかったんですよね。で、これは透明が綺麗だったので、
これに透明入れてみたいなと思って、なので本当は流れ的にはこの子たちとかで透明試していいやつをこれに入れるっていう役割にしたらいいかなと思いまして、まあセーラーの、まあこれちょっとまた別にレビューしますね。これさらっとやっちゃうとあれなんで、で今回はというところで、まあ大きい仲間が増えましたということで、何が問題かというとですね、このペンノルマですね、この子たちはね入ってるんでいいんですけど、はい、この子たちインク切れてます。この子たち、インク入れてあげなきゃいけません。プロギア試したいですみたいな、でインクはこれだけ足りませんっていう感じですね。これもう溺れてますねみたいな感じですかね。で、ちょっと状況を整理しないとまずいなと思って、ちょっとさっき考えつつなんですけど、この子は、黒いんで、カラー入れる必要ないなっていうことで、この並びからちょっと、出ていっていただいて、まあ、真っ黒系のやつ、竹炭とかね、マグリとか使ってあげればいいのかなっていう感じで思ってますね。後で入れましょうね。どうしようかな。試す系はこっちにして、フィックスをこれにするとしたら、あとなんかこれ、皆さんご存知ですかね？これ、青を入れ、名前の入れたんですけど、少し水色が残ってるっていうか、これ、こういうもんなんですかね。少し色残っちゃうんですかね。そうするとこれ、青系とか紫とか入れてあげないと、このね、黒とか入れちゃうと色が混じっちゃいますもんね。で、あとちょっと気になってるのは、濃いやつらって、まあ、意外に透明に入れても綺麗じゃないんじゃないか疑惑もあったりして、ちょっと不安ですって感じです。でも入れてみたいなっていうのもあるんで。で、あとその前にこれガラスペンで試したいんですよね。ちょっと混乱気味です。で、こいつはまあ、青を入れる、まあ、べきかなと。で、思ったんですけど、じゃあ、これじゃ全部使わなくてもいいんですよね。ということで、この子たちは、後ろが赤でもいい子だったら、こっち使うし、後ろが赤じゃない方がいいなら、こっちを使って、だいぶまあ、こう、残してもいいという、こう割り切りにしますので、ここ、インクを軸に考えますと。という感じでね。これは使ってあげたいかな。まあ、入んなかったらね、もう一回甘色入れればいいんで、こいつもある意味、除外でいいですかね。除外？うん、そうですね。こっちですかね。逆に、カラーですごくいいのがこの2つでしたね。ということで、このところめちゃくちゃ綺麗だったんで、まあ、前回買った大当たりなんですけど、なんかこの3つの感じ出ますよね。この絶対透明に入ると思うんで、なんかどうしようかな。うん、ちょっと考え中です。これはこの子たちはまあ結構いい色なのは分かったんで、例えばもう、そうですね、一番気に入ってる、ツツジさんを入れてみようかな。綺麗だったし。瓶に入れるとね、綺麗でもなんか入れた時の色合いは違うんですよね。こいつらはね、ガラスペンレビューもしたいというか試したいんですけど、まあ、取って長くなりそうなんで、別にしてもいいかなという感じです。多分綺麗であろう。多分木も綺麗ですよね。ラミーの赤と合うんじゃないかなと。赤と強すぎるかな。まあでも綺麗ですよね。コンペキ君ですよね。なんか入れてあげたいんだよな。使いたいな。一旦ここまででガラスペンレビューを終わらせてからにしましょうかね。ということで、今回入れるのは、ラミーにコスモス。角野にコンペキ。ツツジにプロギアというね、ちょっと入れていきたいなと思います。これがね、迷いに迷ってる図が別にもう映れば終わりでもいいかなっていう気がしていまして、まあ書いたのはね、ちょっとまた別動画にしようかな。長すぎますよね。まあそうでもないのかな。でもあれなんですよね、このこいつらのレビューもしたいですし、プロギアのあれもしたいので、ちょっと沸きますかね。うん、ということで、皆さんもね、
インク沼には、気をつけてくださいというところで、この透明とこのインク沼の世界はですね、ちょっとやばいかもしれないです。とはいえ、なんかそんなね、高いのは買ってないんで、し、まだ、まだ、インクの沼まで来てないと、まだ、色雫だけなので、ということで、自分は納得しておりますが、ね、皆さんも沼にはたまらないように、お気をつけいただければと思います。では、この動画気に入った方は、チャンネル登録並びに高評価、よろしくお願いいたします。では、また。